QF3.7 インチ山岳榴弾砲オードナンス。QF3.7 インチ山岳榴弾砲とは、イギリス陸軍とイギリス帝国、イギリス連邦各国が第一次世界大戦及び第二次世界大戦で使用した三砲である。1907年、イギリス領インド帝国軍が新型三砲の開発を要求したが財政事情から見送られてきた。しかし、 第一次世界大戦が始まった1915年には一転して要求が認められ、1917年に完成した QF3.7 インチ砲はメソポタミア戦線で使用された。第二次世界大戦においては北アフリカ戦線で投入されたホカイタリア戦線やビルマ戦線でも使用され、一部は空挺部隊にも配備された。第2次世界大戦後、イギリス軍では 第一戦部隊から引き上げられたが、極少数が、フランス軍に供与されて第一次インドシナ戦争に投入されている。砲画の車輪をゴムタイヤに乾燥後の3.7インチ榴弾砲の写真。QF3.7 インチ砲は8個の部品に分解して、2打で運搬することが可能であり、分解に2分、組み立てに3分かかる。イギリス陸軍の火砲としては初めて。 開脚式砲足を採用しており、水平射角を広く取ることを可能にしたほか、行角も高く取れる。砲弾には、榴弾と竜三弾、発炎弾、照明弾が用意されたほか、第二次世界大戦期には、対戦車戦闘用の成形作薬弾も開発された。初期型は、木製のスポーク式車輪を装備しており2頭の馬で、牽引したが、戦艦機に、 空気入りゴムタイヤに乾燥され、ジープやユニバーサルキャリアなどの軽車両での牽引も可能となった。ありがとうございます。